はい、ありがとうございました。本日ですね、非常に楽しく実践をさせていただきました。正直野郎さんと実践させていただくのこれで、まあ、まだ実は隣で打つっていうの2回目なんですけれども、それでもね、なんかこうパチンコスロットお互い好きっていうことがあって、よそよそしさとかとっつきにくいなみたいな感じはもう一切なく、本当にもう旧友のような感じでね、パチスロー1日楽しめたので非常に僕も満足でございます。本日はどうもありがとうございました。さあ今日のゲストは陽介さんということでございます。もう本当にね、こうパチンコパチスローに対する向き合い方とか、まあ、この好きな機種とかね、すごい近しいものをシンパシーを感じておりまして、もう絶対楽しいよねっていう感じですね。もう今日の給食カレーだなみたいな、1時間目からワクワクしちゃうみたいな、そんな気分でございます。それではご覧ください、どうぞ。あいにくのお天気でございますね、まあ、6月梅雨なんでね、致し方ないところでございますけど、せめて出玉とトークはカラッと軽快にいきたいなと思う所存でございます。さあ今日も始まりましたやややヤールのお時間でございます。本日のゲスト、私調べによりますところのこの人にパチンコの開発になって、パチンコ台作ってほしい、2021年、1位のこの方が本日のゲストでございます。それではお呼びいたしましょう。ワンゲームから陽介さんです。はい、どうもおはようございます。おはようございます。ワンゲーム TV の陽介でございます。えらいふりをしてくれましたねいろいろね最近こう考えてるんですよね、はい、考えてます考えてます。こういうなんか台出したいなとかまで、はあ、ずっと俺ならこうするのになみたいなのがねずっとあるので、はあ、まあなんか光栄な賞をいただきました。ありがとうございます7年前なんですよ、一番最初に初めてお会いしたのが、お会いしたのが、いやもう7年になりますか。経ちまして、いやでもなんか実際にこうやって台を打つっていう番組はついこの間じゃないですか、やらせてもらったの。でもその時にね、はい、鉄人で、はい、結構まあ鉄人の時はね、はい、敵同士っていう立ち位置でしたけど、はい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 、結構ワイワイキャッキャと楽しくやらせてもらって、はいはいはい、あれ結構フィーリング合うなと、はいはいはい、でそれから呼んでもらえたので、ああの時にやっぱりなんだろう、それ嘘じゃなかったんだみたいなちゃんと呼んでもらえるんだみたいなのがあって、僕はちょっとねすごい嬉しかったです。ありがとうございます、はい、いやもう今日は、まあ、なんでここでは多くはもう語りそうないのかなと、うん、なんならこう朝合流してここに来て抽選受けるまでの時間でもうちょっといろいろ話しすぎちゃったんでこれ以上ちょっとほっとくと、ね、ほっとくともう実践中に話すことがなくなっちゃうから、いろいろね、もう昨今のパチンコとか、うん、まあ、動きのこととか、まあ、いろんなねテーマをもとにで、まあ、打ちたい台もちょっとなんとなく2人であれ行きましょうっていうのも決まってますんで、決まりましたね、まあ、それはもう台の前でね話しながらやっていけたらなと、はい、よろしくお願いします。オープニングは手短に行きましょう。はい、私もねテンションが上がっておりましたですね、早く打ちてえなみたいな、はいね、では実践に行きたいと思います。陽介さん本日はよろしくお願いします。いや噛んだよろしくお願いします。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 あれ陽介さん、あ、違った、弁慶やった。はい、おはようございます。お、しかも並んで取れるじゃないですか。最高。というわけで本日我々が打つ台はこちら、麻雀物語 3。 完璧。お待たせいたしました。おはようございます。はい、ではでは最初にちょっとお断りしとくと、はい、もうこの台ご老体なのでどうやらボタンが効かないっぽいので、タッチも効かない。タッチは効いてる。タッチは効いてる。タッチはギリギリ効いてるんで、多分チャンスゾーンとかがねさやか行ったくなっちゃうと思うんでまあしょうがないけれども、まあそれでもね、この令和の時代にまさか野郎さんと麻雀物語3を並び打ちする日が来るとは思ってなかったいつの動画だよってなりますよ ねどうしてもこういう仕事し始めると朝から友達と打ちに行こうよとかってやりづらいじゃないですか。そうですね、うん、なんだけどなんか今日はね、その古き良き時代に友達と朝からね、もう守備打ちやんって期待に胸を膨らませて膨らませてね、あれ引くぞあれ引くぞこれ引くぞっつって、中断中に止まっちゃうんじゃないのとか思いながらね、
麻雀3でございますおお、なに、お、緑、緑です緑、うん、ポイント3コンボだったんで、あ、ポイント緑、ほんとだ、はい、素晴らしい、だから末かもしんないし、朝でポイントを持ってるかもしんない、こんなこと言うたら怒られるけど、そもそも設定に期待してないもんね、はい、いや、そうなんですよいや、これで高設定挙動だったらある意味問題です、問題だよね、そんなのっていう、もう絶対言われるやつだよね、はい、絶対言われるやつ、その寺井くんの北斗の6とか日にならん、日にならん、日にならんよね、あんなの、いやいや、あるやろって、別にって、北斗だったらって、ね、たまに六角出たくらい、なんやっちゅうねんちゅう、ありますからね、やっぱりそのたまに座った台で高設定みたいな、赤、お、赤、おらららら、ゲロチャンスじゃないですか、あららら、これはこれはまた こうなるとちょっと中途半端に CZ とかで当てたくないっすよ ね、 そうすね、3姉妹だと俺マドカが好きなんですけどね、お姉ちゃんが好き、いや、洋介さんっぽい洋介さんっぽい、洋介さんっぽい、そうでやってほしかったみたいな、そうでやってほしかった、そうそうそう、それで綾香とか言われたら、洋介さんみたいな、俗っぽくないですかみたいなあ、いや、あの、麻雀2から麻雀3になって、うん、ちょっとキャラデザが変わって、やっぱ窓かが一番可愛くなりましたね、可愛くなりましたよね、はい、そう、それは間違いないですよ、さやかあやかはそんなに変わんないんだけど、そう、まどかはね、まどね、まどねはね、本当にいい、バブミ、バブミが深くなりました、バブミね、そう、バブミが深いですから、もう大人の魅力ですよ、まあまあと言いたくなる、そうそうそう、橋キャラの上位に入ってきますから、間違いない、はい、はあ、紫、あっと、じゃあもういよいよっすね、いよいよっすね、なんかレノゲーツ発展したらみたいな、そうそうそう、いや、これ絶対取らないといけない、取らなダメだ、おおお、いいよ、マジハロシリーズもなんかそこまで僕 打ってないんですよ、マジハロは、はいはい、はい、うん、お待たせしました、4コンボでございます、あ、4コンボ CZ 確定、 CZ と全然もうしくって、そう、しくって先走りを出しましょう、しくった、しかも気持ちよく、あれはもう絶対出ますね、これはCZもあるし、レンドゲースもあるから、ダブルチャンス、ダブルチャンス、さすがに出るはず、さすがに、それから直撃しちゃってチャンスゾーン持ち越しとかでも、あ、うん、それもあり、けどチャンスゾーンから多分来ますね、ですね、うん、ああああ、チャンスゾーンからの、ヤロさん選べるか、やりたい、やりたくてしょうがない、やりたくてしょうがない、あやかに行きます、キュイン、あれマジこう、ボタンに気合が入るから、これ本当勝ちだと思ってて、はいはいはい、数字もいきます、チャージ、キュインパワーを連打します、ちゃんと、ちゃんとね、長押し、正しい、でまずリールは止めます、そう、いきます、まあ、平均リール回ってるだけに押さないと音が来ちゃうあの連打しますちゃんと、あ、ちゃんとね、長押し、正しい、でまずリールは止めます、そう、いきます、 10% になっちゃったそうだよな、あ、いや、パトランナー出てこい、よし、よしよしよし、よかった、先走りですね、オッケー、これでいい、これでいい、すごい、777ゲーム、お、素晴らしい、よしよし、これでいいんだよ、投資が19本、300枚は欲しいですね、ね、取りたい、300枚は欲しい、ここここ素晴らしい、よしよし、え、よかったよかった、なんかこう ねまたがれたらもうどうしようもなかったんで、よかったよかった、よしよし、なれなれ、鳴らして、ほんと、うまくやったら1000乗るチャンスだから、そうそう、あ、ならない、ならない、保証、うわー、安い、いや、ワンチャンループラン、ワンチャンループラン、そうですね、続け、
うわまだまだまだないかな、まあまあまあ安いないよりは、まあそうですね。これマリオカルトなんですけど、うん、綾香が続く、綾香さやかは120枚なんすよ。わかる。あやかは続く。俺もなんかね、俺マドカ好きだからマドカでやるんだけど、マドカマジ続かない。そうなんすよ。うん。あ、あるんすよね。こっから。継続ですね。あ50は80。あ100。あ割と最低保証。安い。200枚。バトルしましょう。もしかも焼き鳥っすよ。 なんで連機行ったんだこれ。なんか引いたっけ俺。こっちに夢中足りすぎてて見てなかったんだけど、強烈薬を引いてたのかな。まだ足りない。おー2、いいよ。3まで行っちゃえばだいぶ熱い。3まで行ったら外さんすね。ね、まあまあ外さない。窓かから煽りで行っちゃってそのまんま。結局あやかからやった。いやー赤文字とかトラカラとかないな。ちょっと弱いっすねこれは。弱いっすね。一応回った。おおおおおいいよ、あるよ、あるある、あーあるある、押せないけどあるある。カットインがあったはずだ。はい、あ、もらった。やった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 。さあ仲良く仲良く投資17本。はい、なんかの間違いが起これ。さあジョブでキャラクターも選べない。はい、さやかです。さやかでしょうがない。80杯持ってこい。ここ雑に打つの好きなんですよね。わかります、わかります。わかんねえ。おー、でかいよ、いいよ。あー、平行が弱い。復活がまだあるからない。あ、110枚。まあ、こんなもんすよ。こんなもんすよ。こっから、こっからこっから一戦目はね、やっぱり、あー、つえーとこしちゃった。初音ミクバットも2人仲良く700、800で AT 取り、ハイパーチャレンジしょぼり。まだ焼き鳥が。そうです。もう残り50枚焼き鳥チャンス。ノーバトルで焼き鳥が。それしかない。鳥の煽りもねえだろ。パトランナーも来ないもん。そうですね。あ、来た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 。これで頼む頼む。10分。おお、いったいった。おお。俺生まれて初焼き鳥だ。やったやった。で、2000枚、2000枚のチャンス。頼む。めっちゃ緊張するやんこれ。いきます。ダメよダメよ、止まるな、止まるな、止まるな。100枚か。あっ、うわぁ、安い安い安い。今日はやれないかもしれない。そうですね。取れただけすごいんだけど。そうですね。100かーくー、安いよー。俺も来い、焼き鳥あるよ。うん、パトランナー来てくれ。はい。これ2人仲良く200枚で終わりですね。ああ、そっか、あの4連。ああ、そっかそっか、その分があるんだ。強制の煽りですね。さあ、ノーレア役ノーバトルで結局ラスト30枚。ああ、微妙かな。ああ、あやからアミミッションはチャンスですね。
チャンスアップ赤文字とか欲しいね。そうですね。あ、赤文字いいよ。いや、これはあるもろた。からの、はい、おめでとうございます。よし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 、まだまだある、まだ死んでないっすよ、まだ死んでない。パトランさん来てくれ来てくれ、パトランさん終了。お、100枚すごくないですか。中中からは強いですよ、はい、100枚素晴らしい。よしよし、うん、260枚さっきより俺より出とるパトラーランとか焼き鳥のいらなかった、いらなかったってないやないかい。お、バトルいった、バトルいくことが大事。そう、いっちゃえばそこそこ勝てる。そうです。ジャック攻撃かな。一通はそう、ジャック攻撃で。ここでなんか、ここでなんか、あー、なんもねえか。おいー、こういうこと。イエーイ、積み棒持ってきてください。パーレンちゃん、パーレンちゃんに会いたいよ。クッコロ、クッコロ、この一枚めっちゃ可愛いんだよ、ね、いいっすよね。奇跡の一枚、奇跡の一枚、いい、いいねー。ラッシュでもいいよ。あ、ほぼ上手です。そうですね。おおおおおお超大事きた。初期ゲーム数に260に加えて、きたきたきた、4ゲーム保証、50パルブだっけ、はい、なんかそんなんやね。50パルブです。レア役引いてください、お願いします。いいね、まあ薄いと思うんですよ。まあ薄いっすね。よしよし、一番楽しいところだから。やっぱり、まあ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 、はいはい、おー、うまい、うまい、持ち上がり、うまい、うまい、うまい、これは楽しいな。安いな、安いな、安い、安い、ピリ止め。いやー、もっとでかいの欲しいね。お、長島赤、珍しい。あ、おー、そう、これ楽しい。うわ、どうっす、うわ、どうっす、お、でけえ。よしよしよし、さあ大事。1回で終わらせるとかないから、ラスで1回つないで終わらせる。うまい、今オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ、ちゃんと、うまい、うまい、うわー、でけえ、うまい、おい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 、いいよいいよ、よしよしよし、まだよ、いい子いい子、まだいい子、まだまだ全然いけるけど、ま、50% だから、まだ分かんない、まだあるよ、開くよ開くよ開くよ、よっけー、うまい、お上手です、うまい、おお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 おすごいすごい、おでけ、50でかい、こいついいよ、30枚か、まだよまだよまだ、継続しない、しない、継続する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 、オープン、あー、けるけるよう乗った、よう乗った、500枚はだいぶよね、大したもんです、大したもん、これどうする、うん、微妙よねじゃあちょっと僕はお先に移動します。はい地獄みたいな履歴やけど、おい、ダメ、誰かダメでした。右下見たら863ゲームハマってるぞこの台
やろうさ、はい、僕なんとなく移動したんですけど、はい、この台多分あと26ゲーム回したら天井っす。はい、やった多分ですよ、はい、ただ右下のゲーム数がリセットされずに974まで来てて、はい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 、で、ART 挟まずボナカンで1000らしいので、はい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 、めっちゃ馬じゃないですか。なんでこの台落ちてたんだろう指定台だ指定台だああスーパーリアックスステージ突入したので、これ多分チャンスゾーン前兆のはずなんですけれども、おそらくですけどこの後、まあ、いわゆる確定チャンスゾーンに入ると思われるという状況でございます。はい、スカーレットツイスト入りました。これが、濃厚新セットのはず。本来はね、連役とか引かないといけないんだけど、これも角のはずなんで、これが嬉しいって気持ちなんだろうなって言われてる桜プッシュいただきました、ありがとうございます。さあこれでアタックコンベタ ART 確定です。レベルをね、自力で上げていく、まあ、最初はどうしても1位になりがちなのでループさせてあげたいんだよね。ループさせればさせるほど、ボーナス引けば引くほどランクアップのチャンス。さあ参りましょう。まずね、分母どんだけになったかっていうのをここでやりますと、44分の1、 49.8% ループ。まずは2、3連してくんないとな。いきましょう。おい、四角めっちゃいい音したよ一角が出ました。素晴らしい。ボーナスか。ボーナスです。ボーナスも地味にぶっ壊れる要素あるから。そうですね、侮れないですよ。ああ、倍率が10倍だ。ま、マジ。はい、配当10の10倍からです。熱い熱い。最低100ってこと。そうです。おお、うまい。ああ、右、桜やで、右桜やで右がいいの左さあまたチャンスる。あわよくばボナってほしいけど。いやいやいや、桜出したんだったらみたいなとこあるよ。あー、レインボーありがとう。あっぶんねさあこれで継続でございますね。こんな毎回レインボーだったっけな。さあレールガンチャンス、ここでねレベルアップのチャンスになっているので、で確かにこのレールガンチャンスの最終ゲームでチャンスメイクとテートが燃えやすいはずだ。テートがないか。 16×13 です。うまい。200枚、208枚。そう、僕はここベルを引いてレベルを上げたいんだけれどもね、ベルだけだとどうしても上がんないんだな。なんか引いたっぽいぞ。さあスイカ楽しみでござる。確かこの台スイカ 25% ぐらい直付するんで熱いんだよな、ここ。あ、ナビがないよ。スイカの1ゲーム後ナビがないよ。おっと、真ん中に7止まったよ。素晴らしい。おそらく化けっすけど、まあないよりマシなんで。スイカはね、化け多めなんで、化けっすね。これでレベルアップのチャンス。上乗せの音がした。激化してます。素晴らしい。うわ、うまい。なめたけ、めっちゃ引いてますね。引いてます。だいぶループできてる。おっと、落ちた。突如焼き物が落ちまして、
これで多分レベルアップなんじゃないかな。そうですね、アタックオンベーダーレベル2に上昇、継続率アップでございます。設定しさだったようななんだったか言うと、でもこれ確かあんまり大したことない画面なんですよ。あのすげえ水着のギャルが出てきて偉そうなんですけど、ART 中のボーナスで出るみたいな、そんな画面なんで、ややこしい。もったいない。もったいないって聞こえた。あの今レア役降格中に積みボーダーなんですよ。ああ、それデロ熱い。クソ熱い。超熱いやん。超熱いです。わははは。レア君ちゃんやってますよ。あれ頑張ってない？ああ終わったか。370乗りました。すげえや。終わらねえよ。終わらねえ。さあ僕はレベル2。さあ僕これで 70% ループまで育ちました。おっとっとっと強い。はい、よし、レールガンキャスト取った。ループレベル2になるだけで急に優しくなる。ショットでいいから上がんないかな。レベル白は紫って、白ってなんだ。チャンメか、ちょっと早いな。さあ一気にゲージ緑、赤まで行きたい。さあここが実はすごい大事なんですよ。ナビ出ない。あるよレア役。リプレイか。抜けろ。アタックオンベーター。おいいよ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 。ああ、レベルがちょっと上がって 73% ループになりました。23分の1、分母2違ったらだいぶでかいから。さあ残念ながらレベル1に降格しますけれどもね、 ART そのものはまだ続けられるので、ここで引き戻せればいいわけだ。また上げよう。36分の1、いけるよ。多分割れないと思うですね。うん、さあ36分の1で継続。これ3連敗目じゃなかったか、違ったか。狂気のボーダーライだよね。ああ楓登場。いや、やっぱ3連敗じゃ楓じゃないっすね。あ、楓じゃないんだって。はい、次回バトル勝利確定が出るだけで。あ、そうそうそう。あ、なんか俺下場で消えたんだけど。え、なんか引いたのかな。あー、そうだ。え、単独ボーナスっぽいだ。じゃあうまい、いわゆる設定差あるやつですか。確かね、この台ないはずだと。ないんだ。ないんだよ。ないかい。赤7、よし、ピンク、お上手。やろうさ。はいはい、この画面今調べたらとんでもない、はい、獲得枚数5000枚以上で出現したら設定2以上確定。意味ない。むちゃくちゃなこと言う。むちゃくちゃなこと言う。500枚なんだけど、そんでもいいじゃん。500は戻ってきました。やります。いや、だからもうプラテンですよ。そう、頑張ろう。素晴らしい。
やーこれ攻めてアタックオンベータまでここは抜きたい。よっしゃ抜いた。テートが燃えないわなないんですよ、そう簡単ではない。ゲーです。僕は1990枚でした。お、素晴らしい。よう出た、よう出た。大満足じゃないですか。大満足です、ね、マージャン3ってそんだけやれたら大満足ね。ようやった。ああこれはあるね、チャンスゾーン。17%はなりません。うわー、どうした凌介さん、どうした。また先走った。マジで、はい、終わんねえじゃん。だから消化してなく、消化やっぱポイント消費してなかったんですよ。すごいね、やば、超お得じゃん。はい、さあ始まる。さあ鳴らしていこう。で、欲しいな。はい。全然ならねえな。うわー、また星を。星か、もったいないね。もったいないっす。あ、でも言えば言えば。続け。まあ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 。まあ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 。素晴らしい。じゃあこれで2000オーバー確で。そうですね。もう超えてんのか。確で、確です。素晴らしいっす。やりやした。よし。ああ終わった。220枚、素晴らしい。これで全部で420枚ですね。ART 中2回目以降のボーナスで高設定資産高設定資産って書いてあるけど、設定1で 14%、 設定6で 16% しか出んじゃねえか何の当てにもならんだね。さあレベル2の壁が厚い。頼む、あわよくば通れ。あー、さすがに厳しいか。さあ僕は799枚で終了。再起動チャレンジ、再起動チャレンジ中はまあ連役ないしボーナス等で引き戻しの抽選をやっている。一回ここで逃すとね、でかくまた長くなっちゃうからここで取っておきたい。ラスト、まあここはねほぼ戻せないって、うーん残念、終了っすね。さあまたレッドシフトタイムを目指しましょう。いやけどよう伸びたっすね。いやあのここまで天井から出れば御の字じゃないですかっていう感じではありますね。期待値は稼いだ、全然稼いだハハハハイエダになってるけど結果的に違うのよ、あの本当に空いてるところ狙って適当に座ったら800はまってたっていう金ぼた状態だったからいや嘘くさいな、そんなわけないな多分あれっすね、 ART 引いてるからダメかなと思われたパターンだと思う。ですよね。うまい。うまい。一生ベル。一生ベル。
あるよね。おお、パトランナーまだ取ってる。まだいるか。あるよね。あー全然ならね。ニナキ。さすがにもなんもなかろう。お待たせいたしました。いえいえ、終わりました。3200枚弱ですね。すげえ、やったやった。なくてよかった、有力感みたいな。いや本当にお待たせしました。うわーモリモリだ。まだまだありますからね。というとこで、はい、もう昼飯に行ってきます。昼飯の午前中に3000枚持ってるのはでもね強いよ。おや